吉田です。今回はメルカリに出品して売れた商品を梱包する方法を解説します。メルカリで売れた商品を発送するときの梱包は非常に重要です。丁寧な梱包は良い評価につながるほか、適切な梱包をしないと配送量に影響する場合もあります。配送方法や商品によって適最適な梱包をして、 安全かつ安く発送できるようにしましょう。今回はメルカリで売れた商品の梱包方法について解説しますので、最後までお付き合いください。衣類、書籍を梱包する際のポイントについて解説。それでは実際の梱包方法について見ていきましょう。衣類の梱包方法。生地が薄いシャツ類。 発送方法、ラクラクメルカリ便の猫ボス、郵便局のクリックポスト、蒸気の発送方法に合わせて商品を畳みます。水濡れ防止のために商品をビニール袋に入れます。ビニール袋に入れた商品を外側の包装袋に入れます。外側の袋に紙袋を使用すると紙の重なりで厚みが出る場合があります。 発送方法のサイズを超えないように注意してください。紙袋ではなく、色のついたビニール袋を利用すると中身が見えませんし、厚みも出にくくなります。厚さが3センチ以上の時は、クリックポストか U パケット。商品の配送量を最安値に抑えたい場合は、郵便局のクリックポスト、または UU メルカリ便の U パケットを 利用しましょう。どちらも追跡サービスがあるので安心です。大きさは A4 サイズまで、厚さ3センチ以内、重量1キログラム以内に商品を収める必要があります。同じ条件で送る方法として定形外郵便がありますが、追跡なしで送料は570円と高めです。郵便局のクリックボスト、 悠々メルカリ便の U パケットがかなりお得な発送方法だということがお分かりいただけると思います。ただ、郵便局のクリックポスト、悠々メルカリ便の U パケットはお得ですが、難点が一つあります。厚さが3センチ以内という点です。コスメや本、雑貨の場合は厚さが3センチ以内に収まりやすいのですが、衣類は膨らみやすいため、3センチを超えてしまうことがあります。 厚さ3センチを超えないようにするには次のような工夫をしてみてください。衣類の畳み方。袖やあ襟口あ、失礼しました。襟や袖口などの厚みがある部分を重ねないように畳みましょうえ。綺麗に畳んだ衣類をジップ付きの袋に入れてから空気を抜くと圧縮されて厚みがなくなります。 封筒に入れた商品の厚さを目視で判断するのは困難です。厚さ3センチ以内になっているかどうか確認するための定規を作っておくことをお勧めします。いらなくなった段ボールに3センチの切り込みを入れるだけで簡易定規を作ることができます。本や漫画を梱包する際のポイントについて解説。 メルカリで出品した本や漫画を梱包する際のポイントは書籍が水濡れしないようにすることと外から中が見えないようにすることです。最安値で発送したいので書籍を封筒に入れた際に厚さが3センチを超えないようにしましょう。水濡れ防止のため書籍をビニール袋に入れます。書籍の大きさに合わせてマスキングテープで十字に留めます。 薄い書籍の場合は折れたりしないようにビニール袋の上からさらに梱包用のプチプチで包んでください。空気の膨らみで出る厚みをなくすためビニール袋の端をハサミで切って空気を抜きます。しっかり空気を抜いたらハサミで切った部分を折り返してセロハンテープで留めます。書籍を封筒に入れます。 梱包した書籍の厚さが3センチを超えていないか確認してください。厚さが3センチを超えると配送量が大幅に変わるので注意しましょう。水濡れや破,破損対策はしっかりしよう。メルカリで出品する商品は販売価格が安価であることが多いため、配送量、梱包材をなるべく節約して発送するのが基本です。 ただし、商品によっては簡易放送で発送するとクレームになることがあります。特に、コレクター向けの本や貴重な書籍の場合は、水濡れや破損をしないよう必ず梱包用のプチプチで包むようにしましょう。かさばる商品を梱包する際のポイントについて解説。メルカリで出品する商品の中にはかさばる商品もあります。 封筒で発送できない商品の場合は、外箱が必要です。靴箱やお中元の箱などはしっかりしているので再利用が可能です。黒猫ヤマトやメルカリストアで購入すると費用がかかるので、普段は捨ててしまいがちな箱類もストックしておくようにしましょう。厚みがある衣類を梱包する際のポイントについて解説。 薄手の衣類は、クリックポストや宅急便コンパクトで発送することができますが、厚みがある衣類は60サイズで発送する必要があります。60サイズの商品を送る場合は、ラクラクメルカリ便または定型外郵便を利用します。厚みがある衣類の梱包方法は次の通りです。セーターを畳みます。水濡れ防止のため、畳んだセーターをビニール袋に入れます。 商品が破損しないよう、梱包用のプチプチで包みます。二重梱包することで水濡れもしっかり防ぐことができます。商品を段ボールや袋に入れます。圧縮して梱包するときは商品説明文に記載しておく。メルカリでぬいぐるみなどのかさばる商品を出品する場合、梱包の際に商品を圧縮して発送することができます。 ただし、圧縮して商品を梱包する場合は、圧縮することによって商品がダメージを受けることもありますので、事前に購入者の了承を取るようにしましょう。必ず商品説明文に発送時は商品を圧縮して梱包します。ご了承いただける方のみご購入くださいとお注意書きを記載してください。より購入希望者に安心していただくためには、 圧縮袋を利用します。袋に入れて手で軽く押さえて圧縮しますなど圧縮方法も記載しておくと丁寧です。圧縮して梱包する方法は下記を参考にしてください。ぬいぐるみを圧縮して梱包する方法。圧縮袋を用意してください。圧縮袋は水濡れ防止にも役立ちます。 掃除機で空気を抜いて圧縮するタイプのものは一気に空気が抜けていきます。掃除機を利用する場合は空気の抜き方を慎重に調整しながら圧縮するようにしてください。小さめのぬいぐるみや壊れやすい箇所があるものの場合は手で圧縮するタイプのものを使用しましょう。梱包します。梱包に必要なものは段ボール箱または丈夫な紙袋です。 圧縮後に縫いぐるみが小さくなり、丈夫な紙袋に入るサイズになっていれば、丈夫な紙袋に入れて梱包します。紙袋や段ボールに入れた時に商品の中で動いてしまうのが気になる場合は、梱包用のプチプチやペーパークッションを入れてください。専用の靴箱がないシューズの梱包方法について解説。 メルカリで靴を出品する場合、すでに専用の靴箱を破棄してしまっていて用意ができないことがあります。ここでは靴箱がないシューズの梱包方法について紹介しますえ。靴を段ボールで梱包して発送する方法。模造紙、段ボール、梱包用のテープを用意してください。模造紙をくしゃくしゃにしてください。 くしゃくしゃにして柔らかくなった模造紙で靴を片方ずつ包んでください。模造紙で包んだ両方の靴を段ボールに入れてください。梱包用のテープで封をして完了です。靴をビニール袋で梱包して発送する場合、丈夫なビニール袋、模造紙、梱包用のテープを用意してください。 模造紙をくしゃくしゃにしてください。配送中に靴が型崩れしないよう、くしゃくしゃにした模造紙を靴の中に埋めてください。くしゃくしゃにした模造紙を、失礼しました。模造紙で靴を片方ずつ包んでください。模造紙で包んだ両方の靴をビニール袋に入れてください。 ビニール袋が開かないようにビニール袋の端を折りたたんで梱包をテープで封をしたら完了です。まとめです。メルカリで出品した商品を梱包する方法について解説しました。梱包は購入者への思いやりと創意工夫で上達していきますが最初は時間がかかりますし手順がわからず戸惑います。 そんな時に便利なのがメルカリのガイドです。メルカリのマイページからガイドを見ることができますので、ぜひ参考にしてください。ということで、チャンネル登録お願いします。